神尾台です。めちゃくちゃ混んでます。本日は地下鉄に乗るために新宇沼から過去神尾台までやってきました。地下鉄に乗れまくろうと考えているのでフリーキープで乗車いたしました。この時は、ね、今フリーキープは買っていたので次の列車に乗ったんですけどもね。めっちゃ混んでるということもあって2分ぐらい遅延していますね。急行小行き2分遅れての発車です。やぐいやぐいやぐい。まあね、フリーキープを買って、まあ、地下鉄に乗っていきたいと思います。列車神尾台を出発です。はい、ここでよかったっけ。丸の内に到着です。いや、どういうこと。まあ、とりあえず駅を出て桜通り線乗り換えってことにしようかなと思います。地下鉄のやつやん。これ何度見ても全然わかんないんですよ。とりあえず乗車券、定期券は正しく使うようにということでしょう。この図何度見てもわからん。桜通り線乗り換えと大体的に書かれております。私も桜通り線乗るんですが、とりあえず駅周辺どうなっているか見ていきましょう。適当に8番出口に来ました。地獄寺っていう案内がありますよ。地獄寺って駅名ありましたね。あれか、千島線か。岐阜一宮に平田町はどこだかわからん。地下鉄丸の内、なんか独特な感じですね。12月19日、まあ、12月、まあ、終わりかけということで、ね、結構ね、ほんと寒くなりましたね。まあ、丸の内近くにはね、東横インもあってね、まあ結構いいですね。7番出入り口ですね、ここ。まあ、とりあえず、ここに行きたいと思います。では入っていきましょう。桜通り線乗ります。やっと来たぜ。とりあえず名古屋中村区役所方面に行きたいと思います。今日は地下鉄ということで、いや、まあ大きなトンネルがありますね。ていうか、なんか生暖かい風が来てます。トンネルを見るとね、なんか時代の進歩っていうものを感じますよね。トンネルのおかげで移動時間が短縮できるのです。本当に感謝ですね。ホームのところにローソンがあるのでめっちゃいいですね。食べ物を忘れた時即買うことができます。4番ホーム、名古屋方面、中村区役所行きが参ります。列車がやってきました。こちらに乗っていきましょう。この電車は中村区役所行きです。鶴丸線は乗り換えです。名古屋に到着です。名古屋にはいろんな路線が乗り入れているのでたくさんの人が降りてきます。東山線、名鉄線、銀鉄線、 JR 線、青波線など。私も名古屋で降りたいところですが、あと一駅の中村区役所まで行きたいと思います。この名古屋でバーッと降りていく光景、圧倒的な迫力を感じることができます。この列車だけでも私を含め普通に2人しか乗っていません。
いやーやっぱメロディーいいわ。中村区役所の駅前も見せたいところなんですが、動画が長くなっているので今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。